警察予備隊と保安隊の階級章階級章とは、軍隊、警察、消防などの階級に基づいて、組織の指揮統制を行う組織、機関において、その管理ないし職員が、階級や職階等を識別するために用いられる記章、記章のこと。階級を定める、公共機関、組織の構成員たる管理、職員がその階級、職階、身分を識別するために、制服や作業服などに着用する。また、階級の定めのない公務員の序列を表す記章を職名章という。軍服ないし制服に階級章を着用することを拝用と呼ぶこともある。拝は現在公用文書で使うことのできない常用漢字表外字であるため、正式な用語としては拝用と定める機関もある。ただし、拝用について多くは勲章等を身につけることを指し、階級章については着用するという表現が一般的であるが、言葉の意味としてはどちらも誤りではない。その階級及び地位にない者が公的な場所において、現行の階級章を拝用することは処罰される可能性がある。日本においては、軽犯罪法により処罰される。階級章のデザインや材質等は階級を定める、機関、組織、さらには国や時代により千差万別であり、無数のバリエーションがある。特に軍人の階級章の形式は、襟章、肩章、袖章など様々である。また制服用のものと戦闘服、作業服用のものでは、材質や色彩、デザインが異なることが多い。階級章は着用する人間の階級、職階を表すものとして、特に誰が指揮官であるかの判別を容易にし、指揮系統を明確にし、あるいは誇示するために階級が上がるほど大きく、デザインが複雑巧妙になる傾向が強かったが、軍隊や警察では指揮官が敵に狙われることがあった。そのため現在では、儀礼用のものなどでは、伝統的なデザインを踏襲するものの、戦闘服や作業服用のものでは極力デザインを簡易、単純化し、明細や視認性の低い色を使用したりして、指揮官クラスと一般の隊員を判別しづらいものにしている。また IR タグなど、コンピュータ画面上でしか判別できないものも登場している。一般的な傾向として、線や星の数によって階級を図案化している。自衛隊の場合は、星の代わりに桜花が用いられる。主に階級章を制定している政府機関。公共機関としては、軍隊、警察、消防、国境警備隊、沿岸警備隊、刑務所、入国管理局、税関、検疫所など階級により、管理、職員の序列を定める機関において広く採用されている。民間の企業、団体でも、鉄道会社の職員や、海運業者の船員、航空会社の航空機搭乗員、警備業者の警備員など、職員の階級を定める組織においては、採用されていることがある。現在の日本の警察官、刑務官、入国警備官、衛士、消防理員、消防団員、水防団員、海防団員などの階級章は、基本的に金属製であるが、着用する服の種類によっては、布製やプラスチック製のものも存在する。また現在の日本の警察官の制服に着用する階級章には識別章と称される個人識別番号が刻印されたものが同時に着用される。なお、総務省消防庁などの職員は階級の定めがないため、その序列を表す記章を職名章というのに対し、同じく階級の定めのない財務省の税関職員は階級章として定めている。上記の例の中で、現在の日本の税関職員については正式な階級呼称を定めていないが、階級章を拝用するという特殊な形態を有している。上記の例のうち、警備員については、法的ないし公的な階級ではなく、あくまで民間企業の定款などに基づく私的な階級制度ではあるが、公務員と同様に階級に基づいて、業務の遂行を行い上席者は、下級者に対する指揮権もあることから、制服等に階級章を着用している例がある。民営の鉄道職員や船員、航空機搭乗員等についても同様である。珍しい例として、バンダイホビーセンターの職員は、地球連邦軍の制服を模した作業服に、社内の役職に応じた階級章をつけている。ありがとうございます。